あ、よかった。来てくれましたね。検閲なら全く気にしません。犯罪につながるようなことは何も書いていませんし。そうだ、自己紹介がまだでしたよね。俺は大野カイナ。あ、ただのカイナです。すみません、まだ慣れなくて。昨日も言ったように読み落ちしたのは割と最近なんですよ。これを弟に渡してほしいんです。弟はトウですが、エビスローの管理人だからあそこにいると思います。あ、エビスローってわかります？そうです、いろいろ珍しいものがあるから、ついでに見てみるといいんじゃないかな。俺と弟は双子なんです。髪の色は違うけど、同じ顔をしてるから、行けばすぐにわかるはず。無理だろうと思ってたから、とても嬉しい。君の手を煩わせてしまうけど、どうかよろしく。あ、君なんて失礼でしたね。つい普通の女の子と話している気になってしまって。ありがとう。ではよろしく。朗報を期待しているよ。カイナってあれか、少し前に恋人が処刑された。あ、いや、まあその黄泉に出入りしていればいずれは知る。俺たちから話しておいた方がいいだろう。この島での婚姻は全て色相に基づく。だが街を歩いていれば何かの拍子で知り合い、そのまま惚れるってこともあるわけだ。王は同じ原色か、次の位の毒色としか婚姻を認められていない。だが奴が惚れた女は乙だった。いくら軍でも手をつないだ程度じゃ逮捕はしない。つまり肉体関係を持った証拠を抑えられた。この法が定められたのはかなり昔です。理由はもちろん色を守るため。私たちも何度か刑罰を見直す嘆願書を出しているのですが、力が及んでいません。手紙は拝見しました。ひとまずこの内容なら問題ありません。これ念のためですよ。読みからの使いなどといきなり口にしたら警戒される。それに本日もう一つエビスローの管理人に会うべき理由ができました。それが瓦版だよ。今朝の朝一番で売り出された。実は
いずれあんたに関するものが出るだろうなとは思ってたんだが、もう少し先だと踏んでいました。あなたが誰かと親しくなった頃だろうと。ではやはりあなたの口からはっきり彼に伝えた方がいいでしょう。それを書いているのがカイナの弟なのです。善は急ぐです。出ましょう。いろいろと見たことのないものが並んでいるでしょう。あれ、声がすると思ったら赤座と。僕から一目散に逃げ出したオランピア殿ではありませんか。僕から逃げ出した。カナ、お前まさか彼女に何か。してない。ただ広場のベンチの隣に座っていいかと尋ねたら逃げられた。噂よりはるかに可愛らしい方ですね。カナ、まずは名乗れ。あ、そうだった。今度こそ初めまして、オランピア。僕はこのエビス楼の管理人兼当の長、カナンです。して本日は麗しの白のオランピア殿がなぜここに。まさか僕に求婚してくださるとか。彼女がカイナからお前宛ての手紙を預かったんだ。そう不安になるな。本人の了承を得て俺の方で内容は確認済みだ。特に犯罪を示唆するような内容ではないと判断し、こうして届けに来た。だが、ヨミと地上でそういったやり取りは許可されていないはずだろう。このオランピアという女性は困っているものを放っておけない慈悲深い方なのだ。兄がこのような。あまりにも驚いたものですから、失礼を。どうもありがとうございます、オランピア殿。兄があのような形で逮捕され、読みに下り、もう二度と言葉を交わすことはできないと思っていました。兄さん、無事でよかった。元気でしょうか。ええ、至って健康です。残念なことに。情けないところを見せてしまった。この手紙は後ほど大事に読ませてもらいます。カナ、お前が喜びに浸っているところ大変恐縮だが、俺たちがここに来たのはもう一つ重要な理由がある。賢明なお前のことだ。何を言いたいのかわかるだろう。ありがとうございます、河原版を読んでくださって。
でもあれ、過去最高の売り上げを更新中なんですよ。その収入はそのままここの研究費になるんですよ。僕はこの島の瓦版屋として、皆が求める情報を届ける使命があるんです。この機会にあなたにもぜひ、我ら等とこのエビスローのことを知っていただきたい。この建物は歴代等の長の所有となります。つまり現在は僕のもの。波は求めし者へ、あなたも知っていますね。昔々、人々は流れ着いたものを拾い、自らの家で大切にした。けれど当時の当の長はそんな光景を見て、珍しいもの、使い勝手の良さそうなものを譲り受け、複製して売れば金儲けになるのではないか。そうして得た利益でこの大きな倉庫を建てた。流れ着いたものの中にボロボロになった瓦版もあった。それも真似てさらに人儲け。でも今はその商いはほとんどしていないんです。先ほどもご説明したように、この倉庫そのものは当の所有です。ですが現在、島の放棄が整い、重要な漂着物はすべてヒルコ様所有。その保存と管理は断りの仕事となりました。ですから僕はここの品々を見張りつつ、瓦版を書きつつ、個人的な研究をしているわけです。赤座と親しいのはそういう事情です。色相的にも交流がありますしね。見つかるかもわからない。これはまたえらく消極的ですね。カナン、彼女は非常に奥ゆかしいんだ。お前を見て逃げ出すくらいには。ドーマ殿の下で世俗とは遠ざかって暮らしてきたからな。男性に対しても不安に感じることも多いだろう。瓦版の重要性はこちらも理解している。だが周囲が騒ぎすぎて、この方が不安を募らせては申し訳ない。俺からも頼む。今後しばらく夫探しに関する瓦版は慎んでくれないか。それってもしかしなくても発行禁止ってこと？平等と平和を重んじる断りの所長とは思えない圧力じゃない？無理は承知の上だ。ただお前も知っての通り、彼女は希少な。彼女の心身の安全を脅かす者は極力排除したい。でもオランピア殿の婿探しはすっかり島中に広まったよ。注目の的だ。広めたのはお前だ。なのに今後一切記事にしないとなったら、逆に不信がられるよ。断りや軍部が圧力をかけたに違いないとか、もしくは彼女に何らかの問題があるとか。それにむしろ宣伝になっていいと思うんだ。だってまさか彼女が自分の口から、私はお婿さん募集中ですなんて言えないよね。宣伝広報に協力しているんだから、むしろ感謝されてもいいくらいだよ。今日のだっていつもの5倍吸っても全く足らなくて、今でも印刷屋は休まず働いてるからね。それだけの売り上げがあったら研究がどれだけはかどるか。それに瓦版の売り子たちだって、売れば売るほど稼げるんだよ。あ、でも明日は何か出ると聞いてます。きっとすごく売れるだろうから楽しみにしていなさいと。
俵版を一部売るごとに1割が売り子さんの給料になるんですよ。ご理解いただけて感謝します、オランピア殿。ではオランピア、お約束しましょう。あなたの品位と名誉を損なわぬよう細心の注意を払います。ところでその婿探しですが、実際のところ調子はいかがですか？カナン、そろそろ1週間経ちますよね。候補くらいは何人か定まりましたか？では、僕を婿候補に入れてみません？僕は党の長でもありますし、そう条件は悪くないはずです。父が急死していきなり長を継ぐことになったり、兄の事件があったりで後輩を免除してもらっていたのですが、そろそろ落ち着いてきましたし、冗談ですよ。そんな今すぐ逃げ出したいような顔をしなくとも。なるほど、奥ゆかしいというのは赤座の方便ではなかったと。お前が。ということは、僕を見て逃げたのも本当に恥ずかしかったんですね。では、茶飲み友達くらいになってください。僕もここの管理人として、研究者として、あなたに強い興味があります。その時は責任を取って私が相手を務めます。果たしてお前を愛す男などいるだろうか。カナ、彼女はここが初めてだ。せっかくだから少し見せてやってもいいだろうか。もちろん、ごゆっくり。僕は向こうの部屋で仕事をしているから、わからないことがあったら呼んで。あなたの性格を配慮しなかった私の失策です。火のないところに煙は立たないということわざもあります。あなた自身もくれぐれも言動に注意してください。決まりでは、あなたはどう思うのですか？決まりですからね。嘆願書はまた出します。疑問を持つことは大事です。
自ら何かを思考し行動しないことには何も改善されませんから。ここから先はごく私的な意見となりますが、色相などクソくらいと思っています。ただ私にもいろいろと立場がありますから。では見てまいりましょう。漂着したものの中で特に研究用として価値が高いと思われる品々をここに保存してあるんですよ。拾ったものはそのまま所有して構わないという決まりではありますが、この島の発展のためにと寄付してくださる方も少なくありません。記録を見る限り、あなたは摩訶不思議なものは拾っていないでしょう。東京、それは確かに珍しい。でしたら、特に歴史に影響のない内容なのでしょう。そういったものでしたら持ち帰っていただいても問題ありません。ただここに陳列されているような使い道不明な品々、この島は漂着したものに大きく影響を受けているんです。試行錯誤しながら取り込んでいくうちにこの島の文化が出来上がっていったようです。あなたが最初に訪ねたとき、我々断りは情報すべてを管理する組織とおっしゃいましたね。カナンが言ったように、その情報にはこういったものの管理や記録も含まれています。価値あるものを記録、保護し、後世に残していく。俺の上司兼友人のセリフは水に流してやってくれ。あいつはこの天狗島で一番信頼できる男だ。いえ、確かにあなたの言う通りですね。人によって何を愛し、何を憎み、何を価値と思うかは違う。それはとても大切なことです。
ですが。先に詫びておきます。俺は今からあなたを失望させ、俺はこの島を守りながら。矛盾しているでしょう。でも偽りない言葉です。天女島から来たあなたはそろそろ気づき始めているはずです。この島の古いしきたりにもう限界が来ていること、色は尊く守るべきものです。です。新しい未来に不要なものを壊したいのです。だが水は流れゆくもの、同じ場に長くとどまればいつしか淀み据えた匂いを放つようになる。新しい未来のために変えるべきことを変える、それが俺の役目であると。あなたができることから始めてください。あなたが何をどう変えたいと思うのか、俺はとても楽しみです。まあ、やれるだけやってください。何事も挑戦しなければ始まりませんから。素直な方なのですね。舞台の上のオランピアと果たして本当に同一人物なのか疑わしくなります。誰とも話さず、目を合わせもせず、ただ一人であの海の上の舞台に立ち夜を払う、その姿は美しく厳かで、時に怖くてき、人々は白き女神のようだと崇める。なのに今、俺の前で顔を真っ赤にして恥じらっている姿は純真な少女そのもの。ではお互い様ということで。機嫌がいいからです。あなたがこの島を変えたいと言ってくれたからです。白色ですね。おっしゃる通り、これは銃です。弾丸は抜いてあるはずですが、念のため不用意に触れないでください。この銃というものは非常に殺傷能力が高いのです。想像がつかないかもしれませんが、人間の頭蓋骨を貫通するほどの威力があるのです。現在はこれを元に改良した銃が発明され、狩猟などに用いられていますが、一般ではそろそろ戻りませんか。長居してもカナンの邪魔になるでしょうから。
は僕のことを、いや、赤座や黒羽や時貞のことも男性だと思ってないだろう。もしかしたら月読のことも。あなたができることから始めてください。おい、今日の瓦版読んだか？読んだ読んだ。オランピア様があそこに座っているのは婿探しのためらしいな。あそこで通る男を品定めしているんだろう。白はやっぱり俺たちと扱いが違うんだな。婿殿はどの式でもいいらしいじゃないか。まあ白はあの方一人だ。同じ式同士でくっつこうにも相手がいないからな。オランピオン、このような場所で何を？軍本部からの帰りです。これからクナドへ参ります。屋敷までお送りしましょうか。あなたが一人でこのような場所にいると不審なものが近づいてくるかもしれません。先ほどからベンチに座っているだけではありませんか？存じません。私はそのような色恋沙汰など関係ありませんから。オランピア、僭越ながら私からあなたへ提言させていただきます。18歳を迎え白として婿殿を探さなければならないという事情は重々承知しております。ですが、いくら自由に選べるからといって不特定多数の中からというのはあまりにも非効率的です。ある程度の条件の中から絞り込み、そこから選ぶのはいかがでしょう。私はもう決まっています。精を生む確率が最も高い女性を選びます。見ての通り、私は精です。原式の我らはこの色を守らなければなりません。精はヒルコ様から尊い力を授かっております。途絶えてしまえばこの天狗島の未来に関わります。精には魂を天に返す力を。ですから候補の過去何代かを遡り、最も精を多く生んだ家の女性をめとるしきたりです。あなたは同じ色の男性が確認されていませんから、その条件で相手を見つけるのは難しい。であれば色の濁りが少ない原色、もしくは特色の20歳以上の未婚男性で心身ともに健康なものを集めてもらい、その中から選べばよろしいのでは。最初からなぜそうしないのか、私としては甚だ不思議でなりません。あなたはこの天狗島に住む男性たちの中から自由に選んでいただいて構いません。
そうそう、もちろん地上のもののみですよ。あだ式である国も同様です。どのような色の子供が生まれるか想像するだけでも深いです。落ち着いてください、オランピア。私はあなたのためを思って言っているのです。万が一醜い色が生まれた場合は、母であるあなたから引き離され、黄泉の孤児院に送られることになるのですよ。私はこのような色なので、生まれてすぐにこの黄泉へ送られました。あなたは自分が産んだ子が一生涯日の差さぬ地の底で生きることになってもよい。そうならないためには、最初から望ましい相手を選ぶべきだと申し上げているのです。私の言葉を分かってくださったので。あなたのお父様はね、私が助けたの。浜に打ち上げられていて、最初はモクロかと思った。でも、目を開けた時に、わかってしまった。この人が私の魂の半身だと。ヨスガのとこに行くのか。こんにちは。中には見たこともない珍しい色だったり、一人で複数の色を持っていたり。初めての人にはちゃんと挨拶するって教えたろ。初めまして。
俺はアスハと言います。可愛いだろ、俺の隠し子。本気にするなよ、俺は独り身だ。アスハは俺の一番年下の友達。アスハはいつもこの辺りで靴磨きをしてるんだ。仲良くしてやってくれ。よろしくお願いします。大丈夫だよアスハ、彼女は上の人間でも信頼できるから。本当に俺から話しかけても。よかった。じゃあなアスハ、俺はそろそろ仕事に戻るから、彼女とデートでもしてろ。な、先生、バカなこと言わないでよ。アスハ、上の女なんかと喋るな。ハイリ兄ちゃん、上のやつなんて信じちゃダメだって何度言ったらわかるんだよ。でもこれを全先生は本当にいい人だよ。兄ちゃんだって知ってるだろ、俺たちのこと。騙されてるんだよ。断りなんて偉いやつが何の理由もなしにお前に優しくするはずないだろ。こんにちは、俺はハイリ。昨日は辻浦10個お買い上げありがとうございました。真っ白いお姉さん、俺の言うこと簡単に信じるから笑いをこらえるのが大変でした。こんな俺たちに家族も母親もいるわけないでしょう。本当にバカですね。オランピアってもう少し賢い女性なのかと思ってましたけど違うみたいだ。ハイリ、女の人には優しくしなさいって先生とヨスガが言ってた。とにかくもうアスハには話しかけないでください。優しい人ぶってどうせ心の中では俺たちのこと蔑んでるくせに。違う、お姉ちゃんは俺と友達になるわけないだろ、上の女だ。ほら行くぞ。お姉ちゃん、あの俺はアスハ、その不気味な真っ白い女は性悪で残酷で淫乱だって噂だぞ。お前を騙して連れ去ってマレビトドーマと一緒に頭から食べちゃうつもりかもしれないぞ。あのお姉ちゃんごめん。上のやつなんて信じちゃダメだって何度言ったらわかるんだよ。あなたは自分が産んだ子が一生涯日の差さぬ地の底で生きることになってもよい。
場所で生きていたくないんです。でもこの島からは絶対に逃げ出せない。あなたができることから始めてください。